はい、どうも。今はね、今日は、山仕事がなくなったから、庄山神社に来てるんだけど、いやー、危ねえだろっていう話だよね。あそこが鳥居で、ここがレールで、まあ、あそこが庄山の駅なんだけど、踏切がないんだよね。今日はね、祭日だから、あれが庄山の、あれが庄山の、まあ、あそこのね、国旗当たってるところに庄山の神社なんだけど、普段はね、普段多分ガードマン立ってないんじゃない？だから普段行ったら結構危ないよねっていう感じ。ちょうど多分列車見張りもいるしね。なんでちょっと日本一危ないくさいからちょっと行ってみるわ。 あ、今通れるんですね。はい、今。今通れる。さ。で、まあ、お祭りのシーズンは人がいるけど、お祭りのシーズンは人がいないから危ないって。普通に線路渡ってるからね。おはようございます。すげえな。まあ、ちゃんとお参りして、ちゃんと帰ればいいんだろうな。なんとか、あと5年ちょっと止めてもらおうかまあ、と確かに危ないっちゃ危ないよ。そうだ、今ね、これですよね。ここがですね。ここは庄山神社で。はい、ここまではね。まあ、早く参りを済ませないと戻れなくなるからな。はい、今ね、庄山神社でお参りしてたんだけど、で、あれが 土俵なんだけど、で、電車が来るっていうので、ちょっと今一旦閉まっちゃって、あと10分ぐらい出れないんだよね。結構むちゃくちゃなんだけど、まあ結構そのむちゃくちゃ加減ももう戦争の時まで遡って、なんかね、戦争の物資を運ばなくちゃいけないからって言って、まあ、この神社ができた後に、線路は通ったらしくて、まあ大体ここからじゃ見えないか。から見えないけれども、まあ、あそこのちっちゃい鳥居があって、まあ鳥居からちょっと線路またいで、まあもうちょい、参道みたいなのあるでしょ。あれがね、長かったんだって。だから、本当は参道があって、もうちょい楽に来れたんだけど、いかんせん戦争で線路を通さなくちゃ、物資の輸送しなくちゃいけないって言った時に、本来ここを通るじゃなく、本当は水田とかを、お米の水田を通して、もっと遠回りに線路を延長するはずだったらしいんだけど、なんとその地主が、うちの水田、米畑に、線路を通すのは許さんと、いうことで、ここまでむちゃくちゃな作りになったんだって。で、ちなみにこれは本堂の裏。やっぱりね、さっき社務所の人も言ってたけど、そういう風になってたらもっとここの町は発展したらしいんだよね。まあこういう無茶苦茶加減、無茶苦茶っていうか、まあ後付けな理由が多いのが、まあこういうローカルなとこなんだろうかね。いやー、でもね、いや、なかなかね、日本一危ない神社にリストアップされてもいいんじゃない？まああとこっち中国地方とか、俺は関東からこっち来てるけど、まあ、人身事故とか自殺防止の柵があっちはうるさいけれど、こっちもね、そういう生き物との衝突で電車遅れるけど、小動物との衝突で遅れることはあるけれども、人じゃないからね、まあ平和かなっていう感じかな。